青オケ最終回、先輩が卒業して第一部が終わった感じ。新世界よりがほんと良かったですよね。部活者としてのクオリティがかなり高くて、こういう先輩後輩関係はリアルにあったなって感じで、めちゃ懐かしかったです。2期も決定したので楽しみです。以上、青オケのお話でした。